やだいくチャンネル。それではこれからニカワ油接着剤と、それと杉の木粉を使いましてパテを作ります。これがニカワ油接着剤なんですが、気温が17度ぐらいで固まります。今日はちょっと寒いので少しこのように固まっております。これを湯煎をして溶かしていきます。ニカワ油接着剤を湯煎していきます。チャポッと、はい、それでは出します。はい、どうでしょうか。このようにですね、はい、溶けております。それではこの杉の木粉の中にニカワ油接着剤を入れます。この充填剤なんですが、乾いた後に、まあ、カンナとかのみで、整えまして、成形をしまして、それからですね、水性の塗料がここには塗れるわけです。例えば、ニカワ塗料であるとかね、アクリル樹脂絵の具であるとか、そういった水で溶いたものでも弾かずに、きれいに塗れます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。